アドルフ・フリードリヒ5世は、メクレンブルク・シュトレーリッツ大公国の大公。全名は、アドルフ・フリードリヒ・アウグスト・ビクトル・エルンスト、アーダルベルト・グスタフ・ビルヘルム・ベリングトン。メクレンブルク・シュトレーリッツ大公フリードリヒ・ビルヘルムの、長男。1848年7月22日に、フリードリヒ・ビルヘルムとその日であったケンブリッジ公爵、アドルファスの長女。 アウグスタの間に第一子として、ノイストレイリッツで生まれた。1870年に勃発した、夫婦戦争において、アドルフ・フリードリヒは、プロイセン王国側について参戦し、翌1871年のプロイセン王ビルヘルム一世のベルサイユ宮殿における、ドイツ皇帝大冠式には、父の名代として列席した。フリードリヒ・ルヘルム1904年5月30日に、 当すると、アドルフ・フリードリヒは、対抗医に就いた。父の知性に気づかれた健全な財政状況を利用し、彼は年金に関する公務員の数を倍増させ、教育や経済の発展にも努めた。また保守的な思想で知られていた父とは、対照的に彼は、議員内閣制を支持し、1907年3月4日には、隣国のメクレンブルクシュベリーン大公 フリードリヒ・フランツ4世と共に自由主義的な内容の憲法を発布した。アドルフ・フリードリヒ5世は1914年6月11日に滞在先のベルリンで死去し、長男のアドルフ・フリードリヒ6世が対抗意を継いだ。アドルフ・フリードリヒ5世は187年4月17日にアンハルト公フリードリヒ1世の娘であるエリーザベトとデッサウで結婚した。 彼女との間には以下の次男事情を設けた。ありがとうございます。